佐田でございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は3回目の営業商談。 ででは何を話すべきかとということでご相談をいいいいいたたただのでお答えしていきたいなと思います。えっと、ご相談内容が3回目の新規営業先の開拓訪問で何を話すべきかということでご相談でいただいているというところですね。で、えっと、まあ1回目、2回目、3回目と何回もアポをくれるお客さんというのは何かしら興味を持ってくれていたりとか、まあ、自分自身に対して期待をしてくれているというのは間違いないと思います。その点に関してはま自信を持っていただきたいなというところですね。あの面倒な営業だったりとか、もう こいつ役に立たないなと思われた場合っていうのはもう2回目3回目って繰り返し会おうと思ってもらえないので繰り返し会おうと思ってもらえている事実はこれはすごく大事にすべきということですね。 ただ繰り返しはあってくれてるけど受注をくれないお客さんというところが、まあ、今回の相手というところなんですがまず考えるべきポイントとしては受注がくれない理由がタイミングなのか提案がずれてるのか他者に劣ってるのかみたいなところでちゃんと受注に至ってない原因を把握しておきましょうということですね。で営業活動においてやるべきことっていうのは正しい提案をしてお客さんの背中を押してあげることが大事になってきますのでまずお客さん自身の認識 認識理解の中で今まで1回目2回目の訪問した中で伝えた内容がお客さんのまあ、先入観であったりとかもとも持ってた前提っていうところから考えたときにちゃんと魅力が伝わってんのかみたいなところはまず考えていただく必要があるからというところです。営業においてちゃんと自分の考えていることを持っていることを伝えるためには相手の前提に合わせた形で提案をしていく話をしてあげることが重要になりますので1回目2回目で相手のことも分かってきていると思うんですよね。 なので相手が今何に悩んでいるのか何で困っているのか、まあ、そもそもうちの電話をなぜ受け入れてくれていないのかというところをまず考える必要がありますということです。で1回目、2回目、相談の中で、まあ、情報を得ているという話をさっきはさせてもらったんですが情報を得ているのであればそこで生まれている、まあ、話のつながりというのも意識をしてコミュニケーションを取らなきゃいけないということですねあの。何回もアプローチをしていくと話すことがなくなっちゃうみたいな人って結構多いんですけども1回目ですとか2回目。まあ、要は前 前の商談前の前の商談前の,前の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 商談みたいなところでコミュニケーションを継続していく中でお客さんが困っていることとかまあビジネス以外でも知りたいことであったりとかそういった中の情報っていうのをうまく汲み取りながらですね商談につながりを持たせるっていうことはすごく重要なんですよ結局は1回目でも2回目でも3回目でも何回も会ってくれるお客さんがいた時に結局いつも同じ話をしてますとか同じような提案をしてますだと相手も聞く気になれないんですよね なので、まあ、話のつながりを意識しながら、ぜひ会話の切り口を変えていく、コミュニケーションをとっていただくというのも大事なポイントかなと思います。で、また同じ提案であっても、見せ方であったりとか、表現であったりとか、そういったことを工夫することによって、違う提案のように見せることも一つの手法ということですね。なので、例えばここにボールペンがありますけど、このボールペンは文字を書くものですっていうのを1回目、2回目の商談で仮に言ってたときに、ダメだった場合、 じゃあ違った切り口や方法がないのかっていうのを考えた時に例えばこれあのボールペンなんですけども先が尖っているんであの電池とかなんか文房具の器具とかでこれ裏にちっちゃいボタンを押すのありますよねそれが押しやすいんですみたいなこと言ったらそんなこともできるんだったら買おうみたいなことにまあほとんど今の話は例ですけどもならないと思うんですけどけどそうやって自社の商材の使い方みたいなところまでちゃんと提案をしてあげると。なんで 通常の使い方と合わせて1回目2回目で相手のことが分かってきているのであれば自社の商材と御社を掛け合わせた時にどんなことができるのかっていうのを考えてきたんでちょっとその点についてもご説明ご紹介をさせてくださいみたいな形であくまで初回の訪問とか2回目の訪問っていうのは商材の概要であったりとかどんなことができるのかっていうことのまあ全体像というかまあ 基本的な話はしてるとは思うんですけども、恩社に合わせたものを考えてきました。要は企画提案に徐々に切り替えていかなきゃいけないんですよ。なので、商材提案ではなくて、うちの商材をどう使って御社にどんな成功をもたらすのかっていう企画を立てて、その企画内容をお客さんのところに持っていくっていう意識を複数回営業していく、商談の時間をもらえているときっていうのは、意識をいただくべきかなというところが今日のアドバイスでございます。ということで、3回目の新権営業先の開拓訪問、何を話すべきかという、なかなか 難しい問題というか何回もやってくれているけど受注にならないお客さんに対しては、まあ、企画をするそして背中を押すこの2つをぜひ意識いただきたいなというところが今日お伝えしたい内容でございます今日の動画が参考になった勉強になったなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンポチッと押していただけたら嬉しい限りです引き続きぜひよろしくお願いいたします本日は以上です